私は高校1年生の時にアースウォーカーズのドイツのプロジェクトに参加し、約3週間ドイツに行きました。そこでは生成可能エネルギーについて学ぶことができたり、自分の震災経験についてさまざまな人と意見を交わすことができました。また、アースウォーカーズでは今年の4月からステイホームプロジェクトが始まり、オンライン上で世界中で活躍する講師の方々をお迎えし、さまざまなお話について聞く機会を得ることができました。特に私は司会なども行うことで、講師の方と直接的なつながりができたり、自分自身いろんなことをのファシリテーターになる、成長をすることができたと思っています。また講師のいらっしゃる講師の方々も本当に世界の第一線で活躍する方々なので、とてもリアルな話が聞けたり、また、講演を聞くだけではなく、ディスカッションや質疑応答の時間も十分にあったので、いろんな人のお話を たくさん質問することができたり、参加者と一緒にいろんなことをディスカッションすることができたのがとても良い機会でした。私だけではなく、司会として参加するようになった高校生などがたくさん成長するしている姿を見ているので、ぜひアースウォーカーズに支援をよろしくお願いします。